これ具体的な数字出していいんですか。トップは5000ぐらいじゃないですかね、日本人やったら行ってる人も。一番低い選手です。プロである以上自分なんで。バン、はい、はい、こんにちは。カード会社のクレディセゾンの社員 YouTuber のサイソン和也です。引き続き林さんにお話を聞いてみたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。今回のテーマはお金です。ありがとうございます。嬉しいですか。楽しみやな。あ、本当ですか。恥ずかしい。すごいんですよね、お金いっぱい。はい、もう全然そんなことないです。今のトーンのすごいですね、はい、で想像された額を今僕が想像したんですけど、はいはい、でも、もう担当直にぶっちゃけ聞きます。年収今おいくらですか。今ですか、はい、僕キャノンでプロで雇って辞めて、はい、辞めた時は大体3分の1ぐらいだったんですよ。でそっから半分ぐらいになるまでは結構早かって、でちょっと前に今年入ったぐらいにキャノンでもらってた額をと同じぐらいになって、でまあ、今はその時の 1.5 倍ぐらいはいますね。そもそもラグビー選手ってどれぐらい給料もらえるんですか。だから基本的にその企業スポーツなんで、はい、ほとんどの選手が社員としてやってるんで、はい、だいたい普通の社員の方と同じ給料プラスラグビー手当っていう形 でそこでいくらもらえるのかは各チーム全然違います。あ、そうなんですか。プラスインセンティブって言って出場給、はい、勝利給、順位給とか、はい、そういうものが加算されていくっていうのが一般的ですね。でこれがプロ選手になると、はい、この給料も、はい、もうその人その人契約が違いますし、はい、インセンティブも社員選手と全然違ったインセンティブになります。あ、そうなんですか。でまた代表とかに選ばれると代表からも給与っていうか、代表からは15人制と新人制でまた多分全く同じではないんです。あ、そうなんですね。あとはワールドカップの時とかなんかでやったら、うん、インセンティブみたいなものは最後におそらくもらってます。だからベスト8、ベスト4、はい、3位、2位、1位、あ、それはセブンズもあります。あ、新人制の、はい、その順位によっていろんなインセンティブとかっていうのはあります。あ、なるほどです。で各チームで日本代表選手とかは、はい、各チームでの年俸も、まあ、もちろん違いますし、はい、僕ずっと気になってたんですけど、ラグビー選手の一番もらってる人と、言い方悪いですけど一番もらってない人のこの差ってどれぐらいあるんですか。あの一番もらってる人に関しては、はい、それこそチームからだけじゃないはずなんで、スポンサーだったり、例えばスポーツブランドからのスポンサーもシューズだけだったり、お金ももらっていたり様々じゃないですか。だからトップ選手になればなるほどその他の収入っていうのはなかなかちょっと分からない部分もあるんですけど、うん、これ具体的な数字出していいんですか。チームからもらう、はい、こうトップは5000ぐらいじゃないですかね、日本人やったら。で外国人選手やったら、はい、1位いってる人もいますね。夢ありますね。そうですね。でその5000とかもらってる人たちは、はい、やっぱそのチームからだけじゃないんで、チーム以外からも、はい、スポンサーだったり、はい、それこそメディアだったり、そういったことをこういろいろ CM とかも出てたり、はい、そういうことされるんで、はい、他の種にもあるっていう話 で、はい、でそれが1000万くらいとかに落ちてると、はい、その他っていうのが多分ほとんどないんで、でもチームからしかもらえないっていう状況なんで、はい、一番下で言うと、はい、一名社員選手は普通の一般の社員と同じ、はい、プラスラグビーティアでプラスインセンティブなんで、はい、試合出てなかったらインセンティブないので、はい、普通の社員級プラスラグビー手当がもらえてる、ちょっともらえてるぐらいなんですけど、プロ選手でももしかしたらそれよりも低い選手もいます、うん、ああ、なるほどっすね。一番低い選手で大体年俸いくらぐらいなんですか。プロですか。プロで聞いたことあるのは、はい、300聞いたことあります。あ、なかなかシビアな世界なんですね。まあでもそこでも、ね、300って言ったらもう普通の会社に入って社員と変わんないじゃないですか。なんでね、そこで300からでも勝負したいと思ってやって、あと価値上げていくのはもうね、プロである以上自分なんで、はい、キャノン辞める時っていうのが、はい、やっぱ15人制のチームなんで、はい、どんだけ自分が新鮮な思い持っててそっちで活躍したり他の場で活動してそれが活躍していったとしても、うん、自分の価値ってやっぱ上がらないんですよね。だからそうだったんで今ドンって下がってしまっても、はい、ここからもう勝ち付けていくのは自分やなと思って辞めるっていう決断に。ああ、なるほど。もう自分次第ですよね。そこにラグビー界が恵まれてる恵まれてるとか別にないと思います。ラグビー選手で林さんも含めて今までこれすっごいお買い物したなとか、こんなにお金使ってる人いたとか、すごいお金の使い方とかっていました。うわすっごいなみたいな。あの、みんなでもいい車乗りますよね、ラグビー選手。ああ、やっぱり僕もいろんなスポーツ選手と関わらせてもらってるんですけど、やっぱり体が資本じゃないですか。車ね、事故とかあって体が
怪我しちゃったりとかがあると思うんで、結構やっぱり皆さん会社乗ったりとかしますよね。でも理由はそうじゃない気もします、ね、それでもすごいわかりますって思ってかっこいいですよね、そのスポーツ選手とか、はい、確かにミクロの、はい、でもやっぱ子供とかファンとかはやっぱり憧れの目で見るんで、スポーツ選手が軽自動車乗ってくるよりかは会社乗って来ていただいた方が、おーさすがだなって憧れは見てる側とか子供とかも思いますよ。僕、はい、プロになって初めて買った車17万5千円ですけど、えなんすかその車って。インプレッサー10何年うちの、はい、その時でも言われましたね、はい、なんか夢抜かないみたいなやっぱりの夢を与える。でもね、はい、夢を与えるって、はい、いい車乗ることによってそこに憧れを持つ子供もいれば、はい、例えば車に興味のない子供からしたら、なんでスポーツ選手ってそんなにいい車ばっかり乗ってるのかわからない子供もいるわけですよ。ああ確かに。あとはプロでもこんな車乗っていいんやっていう価値観になったり、なんかいろいろだと思うんですよ、はい、だから僕それこそキャノン辞めた時も、はい、なんかそうやって家なしとかでやってて、はい、それも夢がないとかも言われたこともあったんですけど、でもその夢なんて受け手側がそれぞれを見て感じるものであって、うん、キラキラした人を見てそこに憧れて夢見る人もいれば、うん、地味な人を見てそこに夢持って憧れる人もいれば、うん、もうそれぞれ違うんで、それぞれの影響を与えたい範囲でやればいいやと思うんですよね。一人一人価値観は違いますからね。そうですね、はい、って言ってて、今僕はあの松島ホールディングスという、はい、ディーラーの会社さんから、はい、スポンサーしてもらっていて、はい、めちゃくちゃいい車乗ってるんですけど、え全然言ってるから、これまた夢あるんですよ、はい、だって17万5000円乗ってチーム辞めて、はい、所属地もなく家もなくってやってるやつが、はい、まあ、そういう風にスポンサーついてもらって、はい、今いい車乗って、で、まあ、そのストーリーも夢あるじゃないですか、はい、じゃあ今いい車って何のがあるって。あ、いや、もういろいろ乗ってます。え、いろいろ、あの、はい、ポンって渡されてというよりも、はい、代表活動期間中車必要なんじゃないですか、はい、だからそこ京都の会社なん で、はい、で僕が関西の方で活動するときに京都で降りて車を借りて、はい、でその車が毎回変わりますね。 BM、 アウディ、ベンツ、日本車やったらマツダとかも、はい、でも全てに共通して驚いたのは、はい、その17万5000円乗ってた僕の元々の車と安全性は確かに全然違いましたさっきね、あの、はい、そんな理由でスポーツ選手買ってへんって言いましたけど、安全性全然違います。音は鳴るし、当たりそうなったら線はみ出そうなったら戻してくれるし、あ、はいはい、もう素晴らしいですね。じゃあ今もう今度車を買おうって思ってる人はやっぱり安全性を重視して買った方がいい。安全性なかなかね、そこでこうスポーツ選手買ってるって聞いたことないんですけどありがとうございました。ありがとうございました。また次もよろしくお願いします。